どうも、ひと月万冊清水です、えー。私はですね、元気な時は月変1500冊本を読む、えー、クレイジー読書家清水有効でございます。ひと月万冊というのはですね、ひと月1万冊読めたらいいなっていうコンセプトでやっていますが、えー、去年ぐらいから、えー、2年ぐらい前かな、う <laughs> つを患いまして、えー、残念ながら今のところ月300冊ぐらいしか本が読めません。でそんな中でですね、まあ、YouTube ずーっとやってるので、もう7年、8年ぐらいやってるんですけども、こんな本が出ました。 簡単に売れるのになぜ YouTube をやらないんですかっていう本が出ていましたんで、私も読んでちょっと勉強してみようと思います。で、この本を読んでですね、あの、絶対に、えっ、ー、と、144ページにですね、絶対に知っておきたいチャンネル登録者を増やすための7つのポイントっていうふうに書いてありまして、ほうほうほうと、えー、私もチャンネル登録を増やしたいぞって思いましてですね、えー、どっち、果たして私はどれぐらいできてるんだろうというふうに思って、この人の本を読んで勉強することにしました。 ちなみになんかこの人90万人ぐらいチャンネル登録いるらしいですね。すごいです。なんかあの、 高校卒業後に東京に引っ越して、19歳でマクドナルド株式会社にアルバイトに入社して、アルバイトを4年間経験した後に23歳で正社員、30歳で店長に昇進、32歳の時にはマクドナルド3300店舗中、お客様満足度日本一、従業員満足度日本一、セールスの美術、日本一を獲得し、最優秀店長として表彰される、その後も最優秀コンサルタント、米国プレジデントアワード、米国サークルオブジェクテレンスと、国内のみざる世界の全マクドナルドの表彰を受けるなど、 功績を残してて起業されていもともとです、ねまあ、元々あの YouTube としても優秀な人なんですけども、えー、非常に、えー、ビジネスマンとしても優れた方だということですね、えー、すごい人ですでこれをですねあのちょっと勉強してみようかなと思って144ページをやってちょっとチェックしてみようと思いましたはいじゃあ7つのポイントというぐらいなので、えー、1個目じゃん週に2回以上動画をアップするというふうに書いてありますね でこの週に2回以上動画をアップするというふうに書いてあることを私がよいしょ、えー、クリアできているかどうかというポイントなんですけども、えー、これはですねもう完全にクリアできていると思いますね、えー、私の動画を見ている人だったら、えー、ご存知だとは思うんですけどチャンネル登録していただいている方だったらご存知だと思うんですが新さんちょっと休んだらというくらい半端ない量の動画を上げてますね、えー、っと私 計算してみましたけども、一番多い時で1日6個、えー。この前計算した時に50日で150個ぐらい上げてました。とすると、平均3つ。週2個どころか、週、週何個だ週 10?21 個、うん、ということは、この本に書いてあるあの10倍 ?10 倍をやってますね、うんまあ。という意味では、まああの、やれてる。むしろ過剰かもしれないですよね。 でなんかこの本によると、ですね週に2回以上なんで動画をアップする必要があるかというと、あのー、前テレビっていうのは YouTube っていうのはあなたのテレビっていう意味の造語で、えー、テレビは毎日同じ時間にやってる番組が多く分かりやすい例が朝の情報番組視聴者にとって見ることが習慣化されているというらしくてですね えー、YouTube もテレビと同じように視聴者がいますと、まあ、見ていただいてますよねでしかし、どうやら1週間は待ってくれないみたい週に2回のペースでギリギリ楽しみに待てるらしいと YouTube 公認の、えー、コ,ンコントリビューター酒井さんによると定期的に情報発信しているのデータを集約したとき週に2本以上の人はチャンネル登録が伸びているが週に2本未満の人は伸びている人が少ないということが分かっていると、えー、書いてありますね。 なので、あのー、まあ、あのー、そんなにたくさんアップしなければならないのかと思うかもしれませんけど、よく考えてみてほしいと、最初から喜ばれるクオリティで動画を作れる人なんかいないし、たくさんの量の稽古を積み重ね、少しずつレベルアップしていってくださいというふうに言っていますので、まあ、YouTube もし始めたいという人が今これを見てるのであれば、 あの私もですねあの、最初から別にこんなにべらべら喋ってたわけではなくてですね、最初の動画とか見ると、うわトーク下手くそとかって思って <laughs>、えー、非常に恥ずかしくなるんですけども、えーまあ、両稽古語だと思ってやってほしいというふうに書いてますね。はいえー、じゃあ、あの2個目、えー、オープニングで興味を引くというふうに書いてます。 えー、YouTube の世界では最初の15秒が勝負だからオープニングには命を懸けてくださいと書いてますいやーこれできてませんでしたねうーんいやーできてないですね あの理想的なオープニングは視聴者に最後まで見ないと損しそうと思わせること例えば次のような始まり方のあなたはどう感じるでしょうか最近思うんです働く上で大切なことってやっぱりあるなって重要なことは自分にはどんな仕事が向いてるかを考えていること自分と向き合ってじっくり考えることによってすごくじ大事だと思うんですおそらく途中でチャンネルを変えたくなるはずです最後まで聞かないと損しそうとは思わないでしょうどちらかというと一体何が言いたいんだろうと思いますよねどう話せばいい,かいいというとこんな感じ転職がうまくいかない人って重要な3つのポイントが分かっていない です今日はその3つのお話をしますというふうに変えると。だから最初の15秒に命をかけろというふうに言っていますね。あんまかけてないなぁ。俺なんか「あ,のあどうも一つまず趣味です」とかなんか「今日何とるかな?」とかなんかそんなんからも始まる動画があったので今日は意識的にきちんと読んだ本を実践するという意味で。えー あのどうも元気な時は月1500冊クレイジー読書かとかっていうふうにえ何それっていうふうに思われるようにわざと言ってみました3つ目効果的なエンドスクリーンを作るというふうに書いてますね効果的なエンドスクリーンというのは、まあ、最後にあのー、まあなんかチャンネル登録お願いしますとか高評価ボタンとコメントもすごく嬉しいのでよろしくお願いしますというふうに動画を締めくくるお知らせ部分というふうに えー、て,てヒカキンさんやトップ YouTuber をはじめ、多くのチャンネル登録者を獲得しているクリエイターでも、必ずエンドスクリーンを作っていますというふうに、あのー、言っているので、えー、なるほどと。私、よく、キャーもダクションしか言ってなかったんで、うん、なんかこれは考えた方がいいなというふうに思ってですね、とりあえずこんなのを作ってみました。よいしょ。じゃーん。えー、これはですね、えー、 私のあの、ひとつき万冊公式、えー、LINE アットの QR コードです。で、これをですね、あの、今日もチャンネル見てくれてありがとうっていうふうに言って、えー、QR コードあー、チャンネル登録と QR、えー、LINE 登録よろしく、高評価ボタンもよろしくね、えー、今日も読書とかっていうふうになんかしばらく言ってみようかな。ちゃんと守れるかな。うん。まあ、やっぱりですね、こう、勉強して、こう、いかないと、 あまりあの発展性もないですからね。やっぱりこういうのを読んだらこう、ふんふん、なるほどと試してみることが大事かなというふうに思ったりもしました、まあ。とりあえずこれは消しとこう。よいしょ。えー、4番目、えー。4番目が、よいしょ。長い動画もアップするっていうふうに書いてますね。これなんで長い動画が必要なのかっていうと、再生時間が長い動画はチャンネル登録を増やす大きなきっかけの一つになるというふうに。 書いてますねなぜなら YouTube によるチャンネルや動画の評価は視聴時間が大きく影響していると。SEO でね、あのご存知だと思うんですけども、あの検索エンジンの最適化、インターネットの検索ページの上位に表示させるっていう風な意味、1ページ目に出るっていう意味なんですけども、YouTube には SEO において一番いいのは視聴回数を増やすことではなく、視聴時間で評価されるという風にあるんですよね。 だから、なんか最初の頃、なんか要するに YouTube が出来たての頃って5秒とか10秒の動画がいっぱい上がってたんですよね。で、そういうのじゃなくて、やっぱり長くちゃんとあの見てくれるようなコンテンツを YouTube は今は評価しているというふうにありますね。で、これ、長さに関してはですね、私相当長いの上げてるんで、ライブ配信とかするとね、1時間以上とか当たり前で、前やったやつとか6時間半とかだったんで、 まあこれはまあ、やれてるやろうというふうに思いますね。これ長い方がいいというふうに書いてるんですが、うーん、何分くらいっていうのは書いてないんですよね。私普通の番組に比べたら比較的長い動画を上げてる方だと思いますね。さっきの6時間とか3時間っていうのは、まあ、ちょっと異例中の異例だとしても、あのー、そこまでいかなくても、まあ、 10分とか20分とか30分も結構ありますからね。あれ普通の中では多い。じゃあ、あの、長く、最後まで見たくなるような長い動画を作るためには何をすればいいのか。一つはクオリティを上げること。そりゃそうやわな。うん。でもこれはもう先ほどのポイントにも書いてましたけど、量をたくさん取ると。で、それによって自然と上がってくるので、最初からあんまり気にしない方がいいと思いますね。二つ目はスピーチレベルを上げること。 先に紹介したオープニング同様、喋りがうまければその動画に視聴者は引き込まれるはずです。というふうに、えー、書いてあってですね、喋りか。私喋るのは好きなんですよね。まあ、なんで、えー、どうなんだろう,う、ま。うまいっていうか、これもなんかほっといたら練習してうまくいくんじゃないですかね。両稽古ですよ。これも。最初の頃別に私もこんなにベラベラ喋ってませんでしたから、3分とかで終わってたよな。うん うん、まああのー、クオリティを上げることスピーチレベルを上げることの2つのスキルは個人の能力によるものが大きく一朝一夕で身,、えー、身につくものではありませんというふうに書いてますね、えー、まあそらそうやわというふうにあれおかしいな簡単に売れるのにって書いてるけどなんか一朝一夕じゃないっていうふうに書いてあるぞっていうふうに思いましたけどまあ大抵あのこういうあのタイトルって出版社が決めるので著者があんまり決めなかったりするんでずれる場合あるんですよね えー、次、3つ目のポイントが重要、それは編集、動画編集という風に書いてますね。視聴者を湧きなさないために BGM や効果音テロップなどの作業が必要と。あまりに凝った、えー、演出はそのものに、えー、視聴者が集中できなくなりますが、適度な刺激を与える動画、見せ方の工夫をしていきましょうという風に書いてますが、これは私はあんまやってないですね。うん、私はあんまり逆に編集とかはやらずにですね、もうこれ全部一発撮りなんですよね。 っていうのもなんかあんま編集とか入ってると、え、なんか、そのそこ何言ったのみたいな風に、なんか、視聴者が逆に、なんつったらいいんだろうな、なんか疑うような気もするんですよね。なので、私はあえて、えー、一発撮りでやってますね。まあ、特にあの私、えー、と政府が発表した文章を読んだりとか、 まあ,あと結構その福島原発の話とかあのコロナウイルスの話とかそういうのをやるのであんま編集しすぎるとなんか逆に真実性が下がっちゃうんじゃないのかなというふうに思いましてえそういうふうに思って私はこれはあえてやってないですねはいじゃあ5個目じゃん YouTube ライブも活用するっていうふうに書いてますねえー、これはもうライブやりまくってた時期が あるのでもう毎日1年以上ライブやってましたよね、多い時とか1日3回ライブやってたんですけども、これはなんでそんなにやってたかっていうと、ですねまさにまあここに書いてあるんですけども、YouTube ライブっていうのは、YouTube がねあの、これやってっていうふうに今言ってることなんですよね、もうこれはもう2、3年以上前から YouTube ライブやってっていうふうに YouTube 側からのスクール。 あの推進なんですよ。で私 google の言にもあの Google japan の方ですけど行ったんですけども、やっぱり youtube っていうのはですね。見る人とあのこうやって配信する人だったら圧倒的に配信する人が少ないんですよ。で、生配信とかになるともっと少なくなるのでまあ、そういう意味ではですね。あの youtube っていうのは？ライブであのやってくれる人っていうのは優遇するんですよね。だかそういう意味ではこの youtube ライブっていうのはやった方がいいと。 いうふうに私も思いますで。週一貫度の高いトップクリエイターたちは週1回のペースでライブ動画を配信していますって書いてい,うふうに書いてるんですけども、まあ、週1回どころか、もう1日1回以上を365日やってたこともあるし、まあ、今も週1回ぐらいでやってるのこれはできてるな、うん。6個目、他の YouTuber とコラボす。他の YouTuber? 最近あれですよね。あのー、神社チャンネル、えー、からあ解明されて、えー、日本よみがえでチャンネルっていう、はがひかるさんという著者の方がやってる YouTube の、あのー、やつとかはやってますよね。コラボはしてますよね。チャンネル登録もうちょっとで5万人ぐらいになるのかな。まあコラボっつうかね、単純になんか連絡もらって会って仲良くなったから動画撮ったぐらいの感じなんですけど、うん。 なるほど他のユーチューバーとのコラボを企画するならあなたはどんな人と組みたいですかチャンネル登録者が多いクオリティの高い動画を配信しているいいねボタンが多く押さえているなど何らかのスキルで自分よりも上と思われる人にお願いしたいはずっていうふうにチャンネル登録者が少ないタイミングで行うコラボはあんまり意味がないというふうにも書いてますね。ね、うん チャンネル登録者60万人との YouTuber とのコラボなら自分が20万人の登録者数を抱えていれば互いにとってプラスになりお互いのファンが喜ぶ可能性が高いというふうに書いてありますね。っ、うんまあ、てことは3倍ぐらいってことは羽賀さんとかちょうど私1万7千人ぐらいで向こう5万人弱なんで3倍ぐらいか。なるほど。うん、じゃあ私が逆に協力して助けてあげられるのはチャンネル登録5千人から6千人ぐらいの人たちですよね。 だから私とコラボしたいっていう、あのー、5000人から6000人の人がいたら連絡を私にしてきてもいいということになりますし逆に私がやりたいなっていう人とか思うのは5万人ぐらいの人たちだっていうことですよね、まあ、もし何かあったら連絡してきてみてくださいはい、はい、次7番目 伸びてるチャンネルを研究する勉強が大事っていうふうに書いてあってまあこれはあのまあ要するにどんなビジネスにも言えることなんですけどもきちんと勉強しましょうというふうに書いてありますねまあまさに今やってることですよねこういう本読んでうんうんなるほどとあこういうことなのかとかっていうふうにこう読んでみるとこれいう勉強を続けられる人っていうのがあのすごく大事ですよねっていうふうに言ってたまあそら当たり前やなと いうことですよねなんで、この YouTube、えー、簡単に売れるのになぜ YouTube をやらないんですかっていうこのタイトルなんですけども結局のところあのこの本が言ってることはですね勉強をちゃんとやって、えー、諦めずにずっとやり続ければうまくいきますっていうふうに言ってるわけなんですよ。それはうまくいくわーいっていう <laughs> 感じなんですけどそれをやれば逆に簡単にいくんですよね。私ももう7、8年ずっと続けてますけどそうだと思いますよ。 他にもビジネスでずっとやってることはありますけどやっぱりずっと続けてることが勉強し続けてることがうまくいきますもん。うん、で、それをほとんどの人がやらないからそういうことをやってる人は簡単にうまくいくということなんですけどそれって果たして簡単なのかっていうツッコミは当然入りますよね。うそういうふうなツッコミは言うとかわいそうなのでタイトルをつけるのは著者じゃなくて大抵出版社の人なので、えー、この本の良さは変わらないとは思いますよ。 はいまあ、そんなわけで、ですね、えー、今日はあのなんかエンドスクリーンが大事だというふうにこう言っていましたので皆さん、今日も見ていただいてありがとうございました。あのー、本当にね、えー、こ,のあこっちか、えー、チャンネル登録、よろしくお願いします。あチャンネル登録じゃなくて、これ LINE 登録だ。LINE アット、えー、QR コード出しておきました。登録しておいてほしいですね。あとはチャンネル登録と、えー、っといいねボタンと、えー、コメントとか。 あの打つ上がりなんで、えー、傷つくようなコメントはやめてほしいです。はいまあ、そんなわけでこれちょっと面白かったですよ。私みたいに YouTube の配信とかしたいなっていうふうに思ってる人がいたらこれとかもおすすめだと思います。今日も読書